はい、大田区立龍子記念館の木村と言います。今日は皆さん、私のことをキム兄と呼んでください。今日はキム兄がね、こちらの大田区立龍子記念館について紹介させていただきます。普段の夏休みだと、みんな夏休みの宿題とかで、この龍子記念館に来てくれて、たくさん作品を見てってくれるんだけど、今年はさすがにこのコロナの状況で、なかなか来づらいかもしれないので、私がこの龍子記念館、中の方を紹介させていただきます。じゃあ早速記念館の中に入ってみましょう。入ると早速ですね、手を消毒してくださいってあります。で、横には健康のチェックシートがあってですね、熱はないですかとか、マスクつけてますかなんていうチェックシートがあります。で、ここで手を消毒してチェックシートを書いたらですね、あそこに受付がありますんで、ここに持ってきてもらうっていう形でやってます。入館料、大人200円、小中学生100円、安いね。で、この横には展示室があります。じゃあ、早速扉開けてみましょう。ここが龍子記念館の展示室です。大きな作品があるでしょう。この作品の大きさが、龍子記念館の特徴になっています。とっても大きな作品なので、他の美術館ではなかなか見えないスケール感になってます。映像だとなかなか作品の大きさが伝わらないから、ちょっと作品の大きさを測ってみようか。まずは作品の縦のサイズから。次は作品の横のサイズを測ってみよう。どうかな？龍子記念館にある作品の大きさ、少しは伝わったかな？そしてこの大きな作品を描いたのが、ここにある石膏像の人なんだ。この石膏像のおじいさんが川端龍子っていう人なんだ。だから龍子記念館の龍子はこの川端龍子という人の名前から付けられてるんだよ。本名は川端章太郎っていうんだけれど、絵を描く時のペンネームで龍子って名乗ってます。辰の子供と書いて龍子。とっても力強い名前だよね。この時の年齢がだいたい70歳後半ぐらいの年齢だから、みんなのおじいちゃんたちよりももう少し年上かもしれないね。川端龍子さんはずっとおじいちゃんになっても、さっきみたいなとっても大きな作品を描き続けた絵描きさんなんだ。この龍子記念館のそばに川端龍子さんが住んでいたお家と絵を描くアトリエが今も残ってるからちょっと一緒に見に行ってみようか。はい、龍子公園はですね、このさっきの龍子記念館の入り口のこの脇の道を進んでいきます。そう、この桜の木ね、この間カブトムシが止まってたんですよね。で、こちらが龍子記念館の横から見た時の建物の雰囲気です。片側が全部窓ガラスで覆われてて、とっても不思議な作りなんだよね。この建物の設計は川端龍子さんご自身が設計した美術館になってます。で、ここから外に出ると龍子公園の入り口が見えてきます。ここが龍子公園になります。龍子公園には龍子記念館が開いている日の午前10時と11時、あと午後の2時から30分間入れるようになってますんで、もし龍子記念館に来るときはその時間を狙って来てみるのもいいかもしれません。じゃあ早速中入っていきましょう。この龍子公園には川端龍子さんが住んでいたお家と、あとは絵を描くためのアトリエが今も残されています。なかなか雰囲気あるでしょ。この竹垣の感じがまたいいんですよね。この木の間を抜けていくと、ここが川端龍子さんが絵を描いていたアトリエになります。今日はこのアトリエの中を普段は見れないんだけれど、ちょっと特別に覗いてみようか。中に入るとこんな感じなんだ。とっても広いでしょう。学校の教室でいうと2つ分ぐらいあるんじゃないのかな。ここに川端龍子さんは大きな絵を広げて作品を描いていたんだ。ここには絵を描くための筆だとか絵の具だとかが当時のまま並んでます。あとこっちに来るとロッキングチェアがあって、ここから龍子さん座って壁にかけた自分の絵を眺めてたのかな。川端龍子さんのお家はさっきアトリエへ向かったこの門の脇にあるんだ。この建物の中も普段は入れない場所となってるんだけど、今日は特別に中へ入っていってみましょう。なんかいつもこの中入るとね、おじいちゃんかおばあちゃん家来たみたいな雰囲気なんだよね。とっても古い建物になってます。ちょっと怖い廊下がありますけれど、この廊下の奥へ行くと、今日はみんなに見せたいお部屋があります。見えてきました。って金の襖なんだ。上に描かれてるのが桜です。で、下に描かれてるのが、これがケシの花っていうお花なんだ。なので、桜ケシ図襖という名前が付けられている作品で、描かれたのは400年ぐらい前の作品です。川端龍さんは売れっ子画家だったから、こういうですね、昔の金の襖なんかも自分で買えるぐらいな、とっても有名な画家でした。まずこちら、展示室入って一番初めの作品です。いかだ流しというタイトルがついております。これは和歌山県にある熊野川にかつてあった風景を描いたものだと言われてます。昔まだ道路がそんなに発達してない頃に、山の上で切った木をあの絵にあるような筏に組んでですね、川の流れに乗せて下まで運んでいったそうです。なのでこの作品は、川の激流に挑む筏に乗る筏師さんたちの力強い姿を作品にしたものだということができます。この川の流れ、激しい水しぶきが上がって、川の流れがとっても速いことが表されているよね。ちょっとここでみんなに質問。この作品の中にいるこの真ん中の筏師さん、一体どんなおしゃべりをしていると思う？ちょっと想像力を働かして考えてみよう。じゃあ、キム・ニーの考えいきます。じゃじゃん。川って聞いてたけど、あれ滝じゃね？あれ滝じゃね？あれ滝じゃね？どうかな？みんなはどんなことを考えた？今度はこの海雨という作品を紹介します。タイトルの海雨は、この作品の中に描かれている鳥の名前です。海雨という名前の通り、海に住んでいる鳥で、大きさがだいたい80センチとか、羽を広げると1メートルを超えるとっても大きな鳥になります。川端龍子さんはこの鳥を黒くて忍者みたいだなんていうふうに言ってます。この作品では川端龍子さんが海雨のこの力強い生命力を描きたかったと言っています。岩の上で羽を広げて、目の前には激しい波しぶきが立っていて、風もとても強く吹いているようです。でも海雨はそれに負けずに羽を大きく広げて、これから羽ばたいていこうとしています。じゃあここでまた質問。この手前側の海雨は今度はどんなおしゃべりしてると思う？はい。じゃあまたキム・ニーの考えを発表します。じゃじゃん。あの鳥、首曲がりすぎ。あの鳥、首曲がりすぎ。あの鳥、首曲がりすぎ。コロナの状況で、なかなか龍式年間にみんな来れないかもしれないけれど、龍式年間には今紹介したみたいに楽しい作品がいっぱい飾ってあります。短い夏休みかもしれませんが、ぜひ十分な対策をとって龍式年間に遊びに来ていただければと思います。また動画を公開するかもしれませんので、チャンネル登録お願いいたします。大田区文化振興協会になります。ご視聴ありがとうございました。